で、トリプルネガティブ乳がんというのは何かということですけど、トリプルネガティブというのは乳がんにはいろんな種類があるわけなんです。で、ホルモン陽性か HER2 陽性かと、でどっちも、ネガティブだと基本的にはトリプルネガティブと言います。で、これはですね、乳がんの約 15% の患者さんです。で、なんでこれが話題になるかというと、非常にですね、トリプルネガティブとそれ以外を比べるとトリプルネガティブというのは非常にアグレッシブであると、まあ、つまりそう進行がしやすいというイメージが強いということと、まあ、トリプルネガティブというですね、もうネガティブという映画がです、英語がですね、いかにも悪そうという雰囲気あるじゃないですか。なんでこんな名前つけたのか僕もよくわからないんですけど、イメージが良くなくなってしまってるんですよね。で、これは誰のせいにするべきなのかよくわからないんですけど、まあ、そういう意味で悪いということです。では、そのトリプルネガティブで何ぞやということがあるんですけど、実はですね、医療者の間あるいは患者の間ではですね、2つの言葉が出てきます。1つはいわゆるそのトリプルネガティブとベーザルという言葉です。で、ベーザルとトリプルネガティブというのは実はよく同じように使われます。こう、あなたはベーザルの乳がんがありますと。で、まずトリプルネガティブは何かというと、免疫染色というのがありまして、このいわゆるさっきも言いましたけど、ここに、これ動かせないのか、上から2番目の時に、ホルモン ER って書いてますね。あれはホルモンエストロゲンというホルモンです。で、 PR の P はプロジェステロン、まあ、つまりホルモンです。で、なんか赤くなってないですよね。で、赤くなってないというのは陽性でないということです、まあ、つまり陰性なんですね。だから ER が陰性、 PR が陰性、そして HER2 これはもう一つのいわゆるターゲットですけど陰性なんです。だから3つが陰性だからトリプルネガティブという名前がついてます。で、それ以外にですね、例えば Ki67 とかあるいは CK の14とか、まあ、こういうのがなんか赤くなってますよね。で、それが、まあ、いわゆるポジティブだとベーザルではないかという考え方が出てきます。で、これはなんでこの話をしなきゃいけないかというと、トリプルネガティブって一つのがん、一つの種類のがんというイメージが強いんですけど、実はトリプルネガティブとベーザルというのは、分子的にはですね、ほぼ重なってるんですけど完璧に重なっていないんです。で、そのために実は医療側の、まあ、特に研究する我々の立場としては、この違いっていうんですかね、重なってない部分をどうやって治療するかっていうのがすごいやっぱり今話題になってます。で、実際にですね、このいわゆるトリプルネガティブとブレストっていうのを見るとですね、左側はトリプルネガティブっていうそのいわゆる定義に基づくと、こういうふうにですね、ルミナール A、ルミナール B、ノーマルライク、ハーツとか言ってですね、こう実際にベーザルライクが一番多いんですけど、なんか他のわけのわからないその種類がまず存在するということで、あとはベーザルライクっていう立場から見るとですね、ほとんどがトリプルネガティブなんだけど、やはりですね、そのホルモンリセプターがポジティブであったりとかネガティブだったということで、ここで何を言いたかというと、トリプルネガティブっていろんな人のごっちゃであるということをご理解いただければと思います。で、これこの話をなぜしなきゃいけないかというと、トリプルネガティブの治療の中心というのは化学療法なんですよね。もう化学療法がもしかメインの標準療法なんです。で、それ以外があまりきちっと存在していないんです。で、実際ですね、そのトリプルネガティブの定義をですね、どうするのかっていうのがすごいです。さっきのホルモン陽性がゼロっていうか、まあ、陰性だったらトリプルネガティブというふうに呼んでるんですけど、医者の間ではこれをどう定義するかというのがすごい厳しい基準があって、例えばアメリカのアスコーっていうところのガイドラインでは 1% でもさっきの赤いのがですね、少しでもあったらですね、実はホルモン陽性、つまりトリプルネガティブでないという考え方もできるわけなんです。ですから皆さんの中でトリプルネガティブ乳がんだったら本当のトリプルネガティブ乳がんなのか、あるいはちょっとだけ残ってるけどお医者さんはトリプルネガティブとして定義してるのかということが
あるかもしれないです。で実際じゃあどれぐらいのパーセンテージの、例えば 100% さっきのやつがですね 100% 赤ければどれぐらいのパーセンテージまで、いわゆるそのトリプルネガティブ陽性、違う、ホルモン陽性ポジティブと呼べるかというと実は 10% なんです。だから 10%、 1から 9% ぐらいでの、いわゆる例えばホルモンが陽性であっても、陽性であっても、例えば私たちの病院ではトリプルネガティブという考え方をします。 でこの話をしないと、治療が見えてこないです。実際乳がんの先生はですね、ホルモンが陽性だったらホルモン的な治療を出したがる傾向があります。 HER2 が陽性だったら HER2 をいわゆる標的する治療を出すわけです。トリプルネガティブは基本的には化学療法を中心にやるわけなんです。で、医療ってすごい複雑で、今話したのはですね、いわゆるタンパクなんです。タンパク質のいわゆる基準で決めるんです。でもタンパク質と実はもう一つ遺伝子なんですね。皆さんよく遺伝子の話をしますよね。でこれをいわゆるトリプルネガティブブレストキャンサーを、いわゆるタンパク質じゃなくてですね、遺伝子で分けるとですね、どれぐらいの種類があると、実は6種類あるわけなんです。ね、だから100人いて、ね、そのうちの1人か2人がトリプルネガティブ でそれをさらにいわゆる6つの種類に分けることができる。ここでは例えば BL1 とか BL2 とか、免疫療法が効きそうな IM とかですね、いろんな種類があるわけです。ですので治療したら、いわゆる効く人も効かない人もやっぱりすごい、そのいわゆるそのこう同じタイプのがんでないから治療結果が変わってくるわけです。でこれ見て分かりますけど、このベーザルとノンベーザルという分け方があると言いましたよね。一つはトリプルネガティブとベーザルで、もう一つはベーザルとノンベーザルの中で、さっきの遺伝子を分けるとですね、いわゆるまたこのベーザルの中でもこんなに違う種類があるわけです。で今研究はこのいろんな違う種類を違う方法で治療するべきではないかということが行われています。ですので医者としては、医者として、まあ、話するときはですね、我々結構患者さんには、あなたはトリプルネガティブ乳がんがありますよというふうに僕たちは言うんですけど、一つの考え方としてはトリプルネガティブなのかベーザルなのかということを聞いてみるというのも一つの手ですし、あるいはトリプルネガティブの中のどのいわゆる分子的サブタイプであるかということを聞いてみる。ただこれがですね、治療になると全然関係ないんですよね。というのはどれになったとしても今の標準は化学療法なので、実は治療は全く同じでして、で実はですね、乳がん治療には大きく、ね、2種類あるわけです。でその2種類は何かというと、初めて診断を受けた時に2種類あります。まず我々は医者として何するかというと、まず転移しているか転移していないか、でそれで分けるわけです。だから初期の乳がんであるか転移している乳がんであるか、で初期の乳がんだったら治療法は手術をして、そして化学療法かホルモン療法をするか、そしてまあ放射線療法をするかという、まあ、治療的には3つの種類があるんですね。全身療法か、いわゆる手術をするか放射線をするか。ただもう一つの治療は全身療法を先にして手術をして、いわゆる化学療放射線をするということもできるわけです。でなんで、いや取るも取ったらいいじゃんかと思いますけど、実はですね、がんが大きかったりしたら取っても、いわゆる取りきれない可能性があるわけです。でそういう意味では初めにいわゆる化学療法とかするとがんが小さくなるから、手術とか放射線治療がやりやすくなるわけです。でさらに皆さんですね、取ったらいいと思うかもしれないですけど、取ってしまうとこの薬が効いてるか効いてないかって判断できないじゃないですか。だから取ると確かに気分的にはいいんですけど、自分の薬が効いているか効いていないかが分からないから、でそういう意味では薬が残っていると、薬じゃなくてその乳がんが残っていると、自分の薬が効いているか効いていないかっていうのはより分かりやすくなります。でそういう意味で、じゃあトリプルネガティブって本当にいわゆるこう効きにくいのかというと、実は化学療法結構効くわけなんです。で例えば化学療法を手術前にすると、
でそれで手術をして、それを顕微鏡の中で見て、で顕微鏡の中に乳がんが一切残っていないということがあるんです。でこれは英語ではですね、パソロジカルコンプリートリスポンスというんです。でこの PCR は何を指しているかというと、実はこの黄色の部分でいわゆる 30-40% の患者さんがですね、乳がん消えちゃうんです。化学療法するだけで、手術前にね。でそれが起こるとですね、何が何でいいかというと、このこれカプランマイヤーっていうそのシステムですけど、下はですね、あの1000日2000日3000日4000日で、で 1.0 ってありますけど、 100% の人がいわゆる、生きてるわけです。で上の PCR とか RCB1 ってありますよね、これって化学療法手術前にやったんです。でそれで何もほとんど残っていない人です。ほとんど再発しないし、みんな生きてるわけなんです。つまりいわゆる化学療法がよく効いたらですね、効く人がいるんです。でそういう人たちっていうのはいわゆるもう一生再発しない可能性がすごい高いわけなんですよね。ただ2とか3とか書いてますけど、残ってるとやはりですね、がんが再発する可能性が高くなるんです。だから何が起こるかというと、我々医療従事者はこの PCR をもっと高くしようぜと、みんな 100% PCR だったらいわゆる乳がんの死亡率をどんどん減らすことができるんじゃないかという考えに至ります。で実際にその今のこの化学療法ね、お医者さんに行くと MD アンダーソン行ったり、スタンダードフォード行ったり、 UCSF 行って、まあ行くとですね、多分いろんな化学療法が存在するんです。でどれがいいかというとなかなかわからないんですけど、今は多くの人はアンドエイドラマイシン、サイクロフォスマイル、あるいはパクリタクセールを中心とした治療が標準 で場合によってはタクソティア、サイクロフォスマイルとたくさんある中でも2種類ぐらいに絞られます。ですからみんながお医者さんに行ってどの治療って言われた時にまず聞かなきゃいけない質問は何ですか、なんでこの治療なんですかっていうことを聞かなきゃいけない。鵜呑みにしてはダメです。でこれっていわゆるエビデンスが高いんですかっていうことを一言聞く、ね、何も難しいことを言う必要ないです。こっちはちゃんと説明努力します。でも聞くべきです、エビデンスがあるのかということです。でその次に考えなきゃいけないのは、これはこれを理解してほしいと言ってるわけではなくて、左は効果がどれぐらいあるか、右は副作用がどれぐらいあるかということで、いろんな種類の治療法がここに書いてるわけなんですけど、次に聞かなきゃいけないのは生活の質はどれぐらいありますかということです。つまり副作用がどれぐらいあるのですかということです。ですから効果が高くても副作用が多くて一生副作用が続いたりとかですね、回復できない状況になってしまったら元も子もないじゃないですか。でそれでその副作用の質問をちゃんと聞くということです。でそうしていくと、いわゆるこんな、いろんな、まあ、例えばこの治療を、この化学療法がいい、この良くないとか、こういうさらに治療を加えるべきとか加えるべきないかというディスカッションがどんどん出てきます。質問しなかったらさっきの寿司屋の話じゃないですけど、お任せ状況になって、まあ、そのいい人だったらお任せしても全然問題ないんですけど、お任せで果たしていいのかというところがこの医療の大きなポイントになってきます。で最近はいわゆるその遺伝子のですね、検査をいっぱいするんです。でそうするとですね、こんなにたくさんいろんな種類のですね、遺伝子の変化がトリプルネガティブあるいはいろんながんで起きているわけなんです。で実際に例えばその遺伝子のですね、このさっきの6つの種類が存在するということで BL1、BL2、MIM とか MSL とかやるとですね、この BL2 というのはさっきの PCR のいわゆるレートが一番低いんです。つまり PCR が起こりにくいわけなんですよね。でそういう意味で遺伝子に元にある遺伝子の変化がもしかしたら治療成績に影響するという可能性が出てくるわけなんです。で実際にいわゆるこういうふうに、まあ、これはそのさっきも言ったように、いわゆる日、1000日、2000日、3日と書いてるんですけど、いわゆる例えば BL2 は予防が良くない傾向があるわけです。で例えばアンドロジェンリセプターという
タイプは傾向が良くなるんです。まあ、これ絶対的なエビデンスは高くないんですけど、そういう傾向があるわけなんです。ですから元にあるいわゆるどういう乳がんであるかということを知るということが重要です。で、今年一番最大のトリプルネガティブで大きく変わったのは免疫療法が認可されたということです。つまり再発したトリプルネガティブにはこのアテゾリズマブというそのいわゆる免疫チェックポイント阻害剤というのがありまして、そのアテゾリズマブとナブパクリタクセルという化学療法対いわゆるさっきの化学療法、つまりランダム化試験をしたわけなんですよね。これ見たら分かりますけど、月です。3ヶ月6ヶ月9月12ヶ月と書いてますけど、右側のやつで PDL1 というものがですね陽性だと、つまり免疫療法する方が患者さんが進行しにくいということが分かったんです。ですのでアメリカではですね、まあ、日本も多分先週ぐらいに認可されたんですかね、この化学療法と免疫療法を組み合わせた方がよくいいという結果が出たんです。でさらに昨日ですね、ヨーロッパでエスモという会があるんですけど、この免疫療法をいわゆる初めて診断された患者さんに使うとさっきの PCR が高くなるということが分かったわけなんです。ですからもしかしたらあと数ヶ月ぐらいには、あるいはこの1年以内にはですね、もしかしたら免疫療法が診断したらすぐにトリプルネガティブでは使うという可能性が出てくるわけです。つまり刻々と標準が変わっているという状況があります。でもう一つはですね、この BRCA というジーンが、まあ、時々聞きますよね、遺伝性化学家族性乳がんで、この BRCA が陽性だとこういうふうにそのオラパリブ、タラザパリブとかいうですね、パープインヒビターという薬がありまして、これ使うとその BRCA の変異がある患者さんには効きやすいというデータがあります。ですのでこれって、まあ、覚えてほしいわけではなくて、何を言ってるかというと、例えばトリプルネガティブブレストキャンサーになったらですね、もちろんそこらのここらのお医者さんに行ったらいいと思います。それはいいお医者さんがいっぱいいてるわけです。でも聞かなきゃいけないのは、私はいわゆる臨床試験に参加する機会があるんでしょうかと、つまり標準以外のそれよりもいい治療はないんでしょうかという質問をぜひやっていただきたいと思います。でそれはなぜかというと、その標準はある程度いいんですけど、標準、まあ、そのそのトリプルネガティブ標準はある程度いいんですけど、それ以上にもしかしたら新しいものを行うチャンスがあるかもしれないと知った上で標準を受けるのと、何も知らないで後からいや他にこういう機会があったのと言われたらがっかりすることがよくあるわけなんです。でそういう意味で臨床試験を決めるときにですね、どういうポイントがあるかというと、一つはパフォーマンスステータスというのを重視しています。でがんではこれは乳がんとは関係ないんですけど、がんの患者さんがどれだけ治療で効くとかですね、用が良くなるかというのはこのパフォーマンスステータス一つで決まります。でこれってどれだけ皆さんがですね動き回って元気であるかというその尺度があるわけなんです。ですから多くの人が誤解しているのは、元気のない人に化学療法とか治療すると元気になるというふうに信じてるんですけど、元気になりません。がんの治療って元気でないと治療できないんです。でさっきの臨床試験で元気がなかったら乗れる可能性はすごい少ないんです。でそういう意味でなるべく初めにいわゆる臨床試験に参加できるかできないかを探してみる。そしてその話をお医者さんが話したらですね、これってどれぐらいのエビデンスがあるんですかっていうことを聞いてみる。でなんでしなきゃいけないのかっていうことを考える。でそれでその次に考えなきゃいけないのはどれぐらいのお金がかかるか、まあ、米国の場合は本人にお金がかかるということはめったにありません。であとは距離ですよね。だからエミリー・アンダーソンに来て臨床試験したいという、まあ、西海岸の患者さん来るわけです。でもそれはですねやっぱり難しいわけなんです。それはなぜかというと距離があるからです。要するにこういうものはしょっちゅう来なきゃいけない。でこれは現実的でないわけなんですよね。でそういう意味でそれでも来たいという人もいてるし、でそれが難しいならばスタンスフォードとか UCSF とかこの辺の病院で聞くということが重要です。で実際にですね、これさっきのいろんな種類のやつを僕たちが勝手にまあ評価したんですけど、いわゆる上のそのいわゆる
こう P3CA とか AKT とかそういうのをインヒビターとしてのいわゆる阻害剤の臨床試験もあり得る、あるいはアンジオジェネシス、つまり血管新生阻害剤のいわゆるあの薬とか、あるいはアンドロジェンリセプター、男性におけるそのさっき言ったエストジェンの対抗するようないわゆる阻害剤、あるいは HER2 がちょっと出てるから HER2 を対象としたその薬とか EGFR マップ解離とかですね、いろんなターゲットがあるわけなんです。でこれがディスカバーされているので、いっぱいいろんな臨床試験が行われてますし、実際に膨大な数のいわゆる薬の種類があって、でそれをやはりですねお医者さんとお話しするということがとても重要です。でお話しした時にですね、いや全然臨床試験の話をしなかったら、ね、がんの専門の先生にあたって一切臨床試験の話が出てこなかったら、それはね何かがおかしいわけなんです。何かがおかしい、ね、参加するか参加しないかじゃなくて、いかに標準を良くするものが、でしかもわあ どこに送ればいいか分かりませんとか言ってる医者を聞くと、いやなうーんと考えてしまいます。どんなネットワークこの人持ってるんだっていう疑いを持たなきゃいけない。でそういう意味でそのこのその転移性乳がんの実際患者さんを僕たちに来ると、例えば BRCA の検査をしたりとかですね、さっきのジーンの変化で PIK3CA 見たり、 HER2 が陽性であるかないかとか、あるいはアンドロジェンリセプターがポジティブであるかとか、いろんな検査をするわけなんです。でそれイコールすぐにこの治療とは言えないんだけど、やっぱりがんの性質をきちっと知ってて、そして治療法はあの今後何ができるのか、あるいはどこに送るべきなのかということを思いっきり描いてもらえるその医療事象を見つけるということが重要です。で最後にちょっとだけ話したいのは、さっき言ったようにですね、いわゆる化学療法をいわゆるそのにあの手術のする前にするっていうのはとてもいいことなんです。でそうすることによって、さっき言った PCR が得られるとですね、結果がいいという可能性があるので、 PCR をなるべく作りたいというのが我々の目的なので、こういう臨床試験ができます。さっきあの標準は AC と言いましたね。でこの AC を4回するんです。4回するということは、だいたい8週から12週間4回化学療法をするということです。で人によってはすごく効く人と効かない人がいてます。で効くといわゆる右側にあのパクリタクセールって書いてますけど、つまりタクソールをやると。でなんでその上のこうあの AC パクリタクセールがいいかというと、 PCR になる可能性が高いので実験的治療が必要じゃないという考えている。ただもしかしたら中にはですね、 AC やってもですね効かない人がいてです。でそういう効かない人たちに普通のパクリタクセールやっても、がんが PCR に至らない可能性が高い。でそういう時にはこういうふうにですね、さっき言った患者さんの検体を取っていろんな検査すると、それぞれ違うその新しい実験的な臨床試験を行うというですねことはやってます。でそれで PCR を得られると、もしかしたらその人にとっていわゆる長期の結果がいいんではないか。でそういうのが今のですね多くの、がん治療で行われています。ですからがんの治療っていうのは多分乳がんだけでなく、みんなそうこういうふうにタンパクレベル、あるいは遺伝子レベルで解析し、そこからいわゆる個別化のいわゆるその標的療法をして、そしてこういう薬を使って、よりアウトカムを良くするということをやっています。で実際に、どういうポイントをあの考えてもらいたいかというと、まず皆さんトリプルネガティブ聞いたら、本当のトリプルネガティブなのか、さっき言ったようにホルモン陽性がちょっと残っているのか残っていないのか、そしてモレクラードリブンということで、つまり遺伝子検査とかあるいは臨床試験に向けて他の検査をするか、もしかしたらできない可能性もあるわけなんですよね。だから少なくともいわゆるどういうオプションがあるのか、でその上で自分の主治医と他にクリニカルトライアルに参加できる機会があるのかないのか、でその上にさらにですね、一番いいスタンダードケア標準療法を受けていただくということがとても重要です。はい、どうもご清聴ありがとうございます。